りました。改めまして和田アキ子です。日本放送柿原忠史です。アッコのいい加減2000回、日本放送の制作でお送りしています。この時間からは新潟放送でお聞きの皆さんにもお送りします。はい、よろしくお願いします。番組の後半12時50分頃のクイズ和田オネアのコーナー、電話に出てクイズに正解されると1万円が当たります。出場ご希望の方はメールとファックスにお名前、住所、そして電話番号をお忘れなく。ラジコで聞いている方はぜひラジコで聞いていますと書いておいてください。はい、受付電話番号は東京 03-3211-3222 です。東京 03-3211-3222、 ファックスは 0570-021242、 0570-021242、 メールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com、 アッコアットマーク 1242.com までお願いします。横浜市のまみまみさんが、はい、へんみまりさんの経験、はい、久しぶりに聞きました。懐かしかったです。あ、よく子供の頃、はい、やめてーんを真似して母に怒られた記憶があります。怒られれば怒られるほどやりたくなるんです。あ、また子供が好きそうな、今聞いてみるとね、はい、あの囁いてね、やめてとかなんかね、そうですね、何言ってんのって親は怒りそうですね。そうですね、はい、調べたらへんみまりさんは当時19歳なんですね。ああ、そうですか。19歳でこの色気、羨ましい限りです。はあ、今度アッコさんカバーしてみたらいかがですか。カバーしてないよ、聞きたい。今なかなか良かったような気もするんですけど、やめて、やって、やって、本気じゃなくてもやって。でもね、その19歳でやめてとかね、はい、その色気もそうですけど、まあ私がデビューして、まあ、よく一緒になったのは相良直美さんとか、はい、千秋直美ちゃんとか、水前寺清子さんとかね、で青井美奈さんとか、このくらいになったけど、石田あゆみさん、よく楽屋とかでね、歌番組も全盛で、なんかもう、もうその人たちは私より先輩で、で私だけちょっとやっぱりその8ビートっていうか、あのトップ歌謡っていうかさ、でその歌謡曲じゃない歌だったから、やっぱりその私のちょっと後に、まあ2年後藤井恵子とか出てきて夢や夜開くとかってあったけど、それまではもう南沙織だね、天島、あなたを待つのテニスコートとかね、私の彼は左利きだ、私なんかもう本当に胸に広がる孤独の辛さってね、これ10代でね、かわいそうやだもん。まあ、和田君、あのどっか、うん、私の彼は左利きとか、うん、歌いたい気持ちあったんですか。いや違うなと思って、資格はあった、違うなとは思ってたけど、なんかああいう風に、あの南沙織とか、誰もいない海とかね、うん、誰もいない海って血統しかないですもんね、アッコさんの。まあ、いい感じしろ。でもね、本当に胸に悪友さんがね、おっしゃってた、その大阪からすごい子が来るって言うん で歌がうまい、当時ね、堀さんの評価が、世界に羽ばたかせたいって言ったから、これは大人だと思って、胸に広がる孤独の辛さ、夜空に抱かれ一人の眠りって、この星空の孤独ね、大人を意識して、君が20歳未満だったら僕はこういう歌詞は書かなかったっておっしゃったんだ。年齢知らずに書いた曲、そうもううまい、もう大人ってイメージがあったらしいから。でもさ、デビュー曲全く売れなかったんですよ、バラードで。でも2曲目も似たようなもんですよ、とても悲しいわ、あなたと別れてる。
まくりました。すっごいトイレ綺麗でした。良かったですね。本当にマスターサービスエリア。いや、だいたいサービスエリア最近綺麗ったら変ですけど、やっぱ昔はだってそんなに綺麗じゃないイメージありました、ね。なんとなくね。で広いですやっぱり。うん、うん、いやいや良かったです。すごい企業努力ですね。はい、ね、はい、はい、あと赤丸さん、あこさんこんにちは。こんにちは。このラジオ聞き終えた後パチンコに行こうと思ってるんですが、はい、あこさんがやっている験担ぎなんかあったら教えてください。今日やりますと。パチンコのあれは本当に言うんじゃないですか。じゃないですか、本当言うなよ。いや、なんだよ。あんまり真剣に聞いてないんだね、私の中で。いや、ちょっと、いやいや、ラコさん、やっぱりミニスカート似合いませんよ。なんでそこ行ったの。いやいや、でも、私もね、ちょっとさっきカッキーに聞いたけど、私も依存症じゃないのっていうぐらいパチンコ好きなんですよ。だから依存症ってのはそういう意味で使うんじゃないんだ。依存症っていうのはもうこれ以上やったら生活が破綻するとか、はいはい、借金をしてまでやるとか、はい、やってはいけないっていう状況なのにやってしまう状況のことを依存っていうらしいですよ。じゃあ薬もそうですね。薬ももちろんこれやったら体が壊れる、社会的にもいけないと分かってるのに手を出すから依存症。今いただいた方は女性？男性の方だと思う。男性、はい、でも私ね本当にパチンコ大好きで行くんですけど、私あの喧騒の中で下手するとイヤモニってプロが使うのあるでしょ、はい、もうあヘッドホンとかそうじゃなくてイヤモニに MD に自分の資料を入れてパチンコの台の音ってすごいんですよ。今まあ調整できる台いっぱいありますけど、それで歌を覚えたりなんかなんていうか考えることいっぱいあるんですよ。喧騒の中だからいいんだみたいなとこ、なんかほんで自分一人になっちゃうんで、だから験担ぎってもう本当にうまくできてんな。この間店員さんにこれ言わなかったっけ、激アツっての外れて店員さん何なんですかとか、え、パチンコはスーパーリーチですよ。つまりもうこれが来たら激アツって出たのよ。激アツが来たらほぼほぼもう普通激アツったら当たるでしょ、はい、で昔だったらタバコ吸ってましたよ私、おーみたいな、はい、今水飲んでちょっと手を休めてそしたらこう決まるまでが長いんですよ。で今なんかこうリーチアクションがアクションが長くてもう光がすごいんですよ、まあ、LED だっけ、まだ LED の LED かな、うん、なんかすごいんですよ。カチカチカチカってきて、そして普通にガチシャーンとかって格変になったらいいけど、普通にシンッと終わった時に割るぞダメだ、割るぞダメです。それで店員さんにちょっとどういうことですかって店員さんよく激アツって外れましたよ今。激圧が出れば、台の種類によって違うんですか、うん、で7のリーチは激圧とかね、そう書いてあるんですよ。外れましたけど、パチンコには絶対はないんです。じゃあ激圧って書かないで。いやそれはあの機種でところそれは確かにアコさんでの道にありますけど、じゃあアコさんの言う通りだったら当たる時以外常に淡々と進んでいくってパチンコですよね。これは熱いぞとこの変動で何かが起こるっていうのもあるんですよ。で例えば赤が出ると赤字になるとあちょっと期待持てるなとかあるじゃないですか。ワクワクさせてワクワクさせてやっぱり来たっていうのがあるわけですね。そうそうそう。でも激アツって出たんだからそれも赤いのが出て激アツだから手休めるでしょ普通。そう水飲んで一息入れてそしてさあ来いと、そしたら静かに終わったんですだからパチンコ、ね、そう、もう運ですよ、運。だってあんなもんどうやったってよくこう、なんか台を押せと、ボタンを押せって書いてある。あります、あります。じゃあ押せって書いてある位置の間にどれだけ早く叩けるかみたいな、ね、そうそうそう、もう手痛くないのって叩いてる人いんのよ。あれで変わるんやったら私ね、必ずしも手痛くやめです。いやいや、本当におかしい。それとかね、割るとか必ずしも。いやいや、なんでああいう煽っちゃうんだろうね、こう。いや、あれはもうなんかもうテンション上がってきます、ね、すごいんですよ。それで笑っちゃうのはあのバカにしてるわけじゃないですけど、あの最近 の、 あの海物語の新しいジャパンストーリーとかなんかいうのあるんですよ。昔の海物語のちょっと新しいやつ、あれも相変わらず一緒なんですけど、やっぱ魚群が出ても、あ、魚群、魚群が出ると当たりって確率が上がるって言われてるんですよね。でも魚群でも外れる時あるんですよ。でも私もそういうの分かったからいいけど、一番ショックだったのは、じゃあ手を当ててっていうか、みんななんかパチンコに手をかざ
川谷絵音さんとの